カちゃんにもできる努力があったのに、しなかった。それ、本当か？確かに、ありえない話じゃないな。そんな奴らに家族をめちゃくちゃにされたら、俺だってそう考えるかもしれない。それに、やっぱり罪を償わずに隠したんじゃ、不安と疑心暗鬼でおかしくなっちまうかもな。み、信じてくれるのですか？まあ、運命ってより、その可能性をな。リカちゃんの予言するその未来ってのは、もしかしたら現実になるかもしれないことだ。だから当然だろ。じゃあ、レラにそのことを注意しておかないとな。と、リカちゃん？何ですか？まさか、またこのまま見過ごした方がいい、なんて考えてないよな。み、僕はそんな意地悪さんではないのです。とりあえず、事実は伝えた方がいいのです。でも、もし、レナが家族のことを大切に思っているなら、ちゃんと、僕たちの言うことを、冷静に聞いてくれますでしょうか。え？それ、どういう意味だ？正直、レナはリナのことを嫌っていると思います。でも、前にエンジェルモートで見かけた時は、それを押し隠して、父親の気持ちを守ろうとしていました。そんなレナが、リナが父親を実は騙していたと知ったら、どう考えるでしょうか。火に油を注ぐという言葉もあります。もしこのことを教えたら、レナは敵意をそのまま殺意に変えてしまうのではないでしょうか。だから、ちゃんと話し合えばいいんじゃないか。それに相手を殺しても何の解決にもならないし、それどころか不幸になるってことくらい、レナにだってわかるさ。ケイチは、楽観的に考えすぎなのです。リカちゃんが悲観的なのかもしれないぞ。それに、レナってさ、確かに一度思い込んだら、意外に頑固なところがある。っていうより、自分自身でそう思い込んでいるところがあるよな。思い込んで、
ですか？ああ。レナは自宅のコレクションとか、作ってきた弁当のこととか、可愛いモードとか、自分のキャラを積極的に出してくるだろう。だけど、時々それが行き過ぎて、その理想像から外れると、全てダメ。他の人には受け入れてもらえない。なんて、実際は勝手な思い込みなんだけど、そこまで自分をアイドルみたいに作らなくてもいいのにな。そう、なのですか？だから、俺がレナってなんか元気がないなって感じるのは、逆にいろいろと振る舞ってみせる時だ。特に最近、ミートボール弁当を異常なくらいにたくさん作っていただろ。俺は、なんとなくだけどあれって、寂しい気持ちを外とのつながりで中和しているように見えてさ、逆に家で何かあったのかなって感じた。なんだか、難しいのです。昔さ、東京の時にいたんだよ、そういうやつ。突然約束とか前触れもなしに漫画とかおもちゃを持ってきて、仲良し同士で盛り上がるんだけど、なんだか必死な感じだった。後で聞いたら、そいつそういう時の前日に決まって親と喧嘩したりトラブルがあったりしたって聞いたな。そういうものでしょうか。さとこもきっとそれを感じたんじゃないかな。出なきゃ泊まりに行くなんていきなり言い出さないと思う。実際俺たちみんな気にしてたからさ。すごいのです。圭一も、里子も見習わないといけないのです。まあ、そんなに口で言うほど大したことはしてないけどな。だけど、どんな時でも、その時の全力で力になる。それが、仲間ってもんだろ。さて、このことをどうやって伝えるのが、レナにとって一番か、だよな。そうだな。信頼して、自分から話しに来てもらうのを、待つという手もあるのです。まあ確かに、それも一つの手だよな。レナは僕たちの仲間なのです。仲間だったらレナのことをもっと信頼してあげてもいいと思うのですよ。相談するのってさ、されるよりする方がずっと気が重いもんだ。だからそのせいでレナが遠慮して勝手に判断して、暴走して、取り返しがつかなくなる可能性だって、あるんじゃないか？本当に不幸な人はね、必死なんだよ。
僕は、まだ、努力が足りなかったのですね。リカちゃん。できることがあるなら、それを全力でやろうぜ。結果は後からついてくるし、それに失敗してもまた別の方法を考えればいいさ。なんだか前に見た時よりもさらにグレードアップしておりましたのよ。特にあの信号機なんてどうやって手に入れたのかしら。最近ゴミ山で可愛いものがいっぱいある場所を見つけたの。週末また探しに行くからさとこちゃんもどうかな。かな。それもいいですわね。私もレナさんに負けずにレアなお宝をゲットしてみせますわ。ダメだよ。可愛いのはレナがお持ち帰りするんだから。あそこは幽霊が出るから近寄らない方がいいらしいのですよ。ニパーン。縁起でもないな、それ。けど、私もレナのコレクション久々に見てみたいな。一緒してもいいかな、ケイちゃん。ミーはこの後、綿流しの打ち合わせが入っているのです。だからご一緒はできないのですよ。なんで知ってるの、リカちゃん。お社様から受信した。電波が届いたのですよ。ニパー。まあ、ミオはまた今度ってことで。俺も渾身の力で掘り出したランディ君、元気でやってるか見に行きたいしな。とっても元気元気だよ。今でも時々一緒に寝てるんだから。というわけでリカちゃん、帰ったらレナの家に集合。ゴーだ。ゴーなのですよ。ニパーン。それじゃあお茶とお菓子準備して待ってるからね。ぐーぐー。最近ケイちゃんってリカちゃんとばっかり。おじさんつまんないぞ。浮気は男の解消ですわよ。本気だったら許しませんけどね。大丈夫だってみーちゃん。最後はケイチくんちゃんとみーちゃんのところへ帰ってきてくれるから。そうだよね、ケイチくん。待て、ちょっと待て。そもそも浮気とかその前に、なんだそのデフォルト設定は。
俺とミオンはそういう関係じゃないと何度言ったらわかる。しかもレナに佐藤、お前ら目がマジで怖えぞ。こーらミオン、お前も真っ赤になってないで少しは否定しろ。やっぱり熟女よりも若い果実が一番なのですよ、ニパーン。不潔だよ、ケイチくん。お仕置き。はん。レナ、ちょっと待って。話をちゃんと聞き。なら自分をおじさんなんて言わなきゃいいんですよ。あんたもどっから湧いてきた、シオン。もちろん今日もさとこに強化訓練を。これは新作アスパラのベーコン巻きで。ふわ、アスパラはご勘弁と前に申し上げましたのに。よし。おう、上がるぞ。お邪魔しますです。はい、上がって上がって。そのクッキーどうかな、かな。ニパー、とっても美味しいのです。やったー、渾身のレナスペシャルなんだよ。たくさん食べてほしいな。ちょっと待っててね。確かにこれはうまいけど。お待たせ。実はまだ他にもいっぱい焼いてたんだよ。いっぱい食べてね。こっちはチョコレート味でしょ、こっちはミント味でしょ、こっちはアーモンド入りなんだよ。あとね、こっちはカニさんクッキーなの。ほら、カニの形がチョキチョキしていて可愛いでしょ。
こっちはイカさんクッキー。足がニョロニョロなんだよ。悪い、レナ。実は俺たち、レナに話があるんだ。あ、何かな、この…レナの親父さんの話だ。お父さんの？実は俺たちレナのお父さんらしい人の話をシオンから聞いてさ。シーちゃんから？なんだろう、タロウ。知ってるけど、それが？その女の人ってクラブで働いてるんだろ。つまりその関係ないよ。どこで働いていようと関係ない。お父さんの好きになった人がどんな職業の人でも別にどうでもいいことだと思う。違うかな？いや、違わない。いい人ならな。それどういう意味かな？それはどういう意味かな、リカちゃん。言葉通りの意味なのです。レナ、正直に答えてください。あんまり好きじゃない。でも、でもレナのうちね、お母さんがいないの。レナが前の町に住んでいた時にね、他に好きな男の人を作って離婚しちゃった。勝手だよね。自分は好きな仕事続けて、お父さんはひたすら応援してきたのに。そうなのか。女の人ばかりのお店に通ってることは当然知ってるよ。でもお父さんは寂しいんだと思う。いきなり一人ぼっちになっちゃったからね。寂しいんだからしょうがないと思う。それでそういう店に行くって、レナは全然悪いことじゃないと思うよ。実際お父さんはリナさんと知り合ってからとっても元気になってくれたんだから。ああ、それは悪いことじゃない。けど。けど何？お父さんね、結婚するんだって。婚約指輪も渡して受け取ってくれたみたい。リナさんも私に挨拶に来て
気に入ってもらえるよう一生懸命頑張るからって笑って言ってくれたんだよ。本当か？嘘言ってどうするの？リナさんもお父さんもレナのためにいろいろと無理して気を使ってくれている。だからレナも少しくらいは我慢しなくちゃって思ってる。それおかしいかな？間違ってるかな？いや、そんなことはない。だったらケイチ君、わざわざそんなことを言いにレナの家にまで来たの？みんな我慢してるのにそれをぶち壊しに来たの？もしかして一人だと不安だからリカちゃんを付き添いに連れて？リカちゃんが？どうして？シーに話を聞いて不安になったのです。マミア・リナという女性のこと。レナ、そのリナってやつのことどこまで知ってるんだ？言ったよね、関係ないって。だから話すことなんてない。じゃあ俺が勝手に話す。いいよな？話しても聞かないよ。話したければお好きにどうぞ。シオンから聞いて話した。レナの親父さん、マミやリナの働いている店に頻繁に通ってるらしいな。それもほぼ毎日。その店って繁華街の中でもすげえ高い店らしいな。一回行くだけでも相当な金額だそうだ。だから常連客はすぐに顔が知れ渡るって聞いた。そんな言い方やめて。聞かないんじゃなかったのか？だから俺が勝手に喋ってるだけだ。はっきり言う。レナ、そのマミア・リナってのは詐欺師だ。男と組んで結婚詐欺を働いてる。え？リナは最近ひなみざわにカモを見つけたって言いふらしてるらしい。そしてその時の話で出てきた名字がリュウグウだったそうだ。証拠は？これもシオンからの情報だ。リナは物持ちのいい相手を見つけてはいいよって多額の金品をせしめているってな。その店でも有名になっているそうだ。大人なんだからプレゼントだって高いものになるよ。そんなのお父さんの自由じゃないかな。なら正直に聞くけどさ、普通結婚まで考えてる相手にそこまでお金を使わせるものなのか？それに俺がもしレナとそんな関係になったとしたら。お断りだね。レナにだって選ぶ権利はあるよ。こんな風におせっかい風吹かせて嫌なこといっぱい言ってくる人のお嫁さんになんか絶対なりたくない。じゃあミオンでもいい、サトコでもリカちゃんでも、もし結婚しようと本気で考えた相手なら俺は店になんか来させない。相手の気持ちを考えたら金もそうだけど他の奴に浮気してるかもなんて疑われるのごめんだからな。普通の会社だって男性女性いっぱいいるよ。そんなことを考えてたら結婚して働くなんてきっとできない。普通の会社じゃないだろ。これは恋愛した気分を楽しむ店の話だ。
金を使ってな。だからお父さんも寂しいんだってさっき言ったじゃない。もう一度言うぞレナ、親父さんは騙されてる、マミやリナに。そうだ、さっきからおとなしく聞いていれば勝手なことばっかり。ケイチ君はレナのお父さんをおバカさんだとでも思ってるの？詐欺をするような人かどうかちゃんと分かってじゃなきゃプロポーズなんてできないよ。何言ってんだ、騙して結婚するから結婚詐欺だろ。しかもあいつは北条鉄平ってやつと関係してるんだ。大体さっきからおかしいのはレナの方だろうが。シオンがわざわざ教えてくれた情報なのに何を頭から疑って聞いてるんだよ。おかしい、おかしいのは圭一君の方だよ。なんで関係のないレナのうちのことにそこまで口出ししてくるのかな。なんかシーちゃんに頼まれたの？ねえ、関係ないことあるか。レナは俺たちの仲間だ。仲間が悩んで苦しんでいることを見過ごすなんて俺にはできないんだよ。仲間？お笑いだね。相手の気持ちも考えずに傷跡に刃物突き立ててぐりぐり掘り返すような人なんて仲間じゃないよ。それに誰が悩んでるって？苦しんでるって？ケイチ君、委員長になってずいぶん偉くなったんだね。顔と雰囲気でわかるとでも言いたいの？でもおあいにく様、レナは全然悩んでもないし苦しくもないんだよ。だってこれからちゃんと幸せをつかむんだから。嘘だな。嘘じゃない。レナ、Cの話が信じられないのですか？Cちゃんがどういうつもりでリナさんのことをそんな風に悪く言うのか知らない。でも変なことを言ってレナを迷わせないで。私はこの結婚を祝福して信じることに決めたの。これはもう決まったことなんだよ。決まったことだと？だってこれはお社様がそうしなさいって言ったんだから。お社様だって？リカちゃん、レナも最初はお父さんの結婚には乗り気じゃなかった。でも一週間くらい前の夜、レナの枕元にやってきたの。ひたひた、ペタペタって足音を立てて。なんでお社様がレナのところに？圭一君は知らないんだね。お社様は私たちのことをずっと見てる。そして雛見沢から出て行ったり、お社様をちゃんと敬ったりしない人にたたって罰を与えるの。だからレナのうちもお社様を大事にしなかったから罰が当たった。お父さんとお母さんが離婚したのはレナのせいなの。雛見沢を出て行くとき、レナは反対した。でも、
結局お母さんのためだからって言われてついていったら、お父さんが不幸になっちゃった。本当はもっともっとお父さんの幸せを考えて頑張って反対していたら、こんなことにはならなかったはずなのに。それがこの再婚話と関係あるのか？終わりなんだよ。やっとお父さんは昔の傷を忘れて新しい幸せを見つけてくれた。なのにレナは最初喜べなかった。賛成できなかった。そのうちだんだんリナさんのことが疎ましくなって、見ているだけで不愉快になってきて、家を乗っ取られるかも、だったらその前に、なんて考えてたら、またレナのところに来たの、お社様が。レナ、お社様はそんな神様じゃないのです。たとえひなみざわを出て行っても、何も悪いことをしていない人にたたるなんて、そんな神様はおかしいのですよ。だって今でも夢に時々出てくるんだもの。お社様は言ったの、敵意を捨てなさいって、お父さんの幸せを心から願いなさいって。だからレナはリナさんとの結婚を祝福するの。でなきゃまたたたられちゃう。また変な色のお薬飲まされちゃう。レナの勝手な思い込みで、せっかくお父さんが掴んだ幸せが壊れちゃったら、またお社様がレナのところに来ちゃう。レナが悪い子だっていっぱい責めて、ひた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 って後ろを追いかけて、ごめんなさいごめんなさいって謝っても、ずっとひたひたペタペタってついてきて。落ち着くのです、レナ。誰もいないのです。レナも悪いことをしていないから、たたられることはないのです。早く早く早く捨てないと、お社様の力が消えて、私はまた体を何かに乗っ取られてしまう。お社様がついてくるよ。そして早く早くと私に囁くの。どこまでもついてきて、急げ急げと私をせかす。いつまでもどこまでもついてきて、ずっとずっと言い続けるの。本当だよ、本当だってば。なんでみんなには見えないの？私の言うことなぜ信じないの？みんなで私を騙してるんだ。みんなにも見えているはずなんだ。いやいや、やめて、もう注射は嫌。レナ、落ち着いたか、レナ。レナ、大丈夫なのですか？ごめんね、私取り乱して。いや平気だぜ、これくらいさ。信じてくれないかもしれないけど、レナは確かにお社様に会ったの。だからまた来た時は怖くて不安で、逃げたい気持ちで訳が分からなくなって、だからもう。分かった。え、レナが嘘をつくなんて絶対にありえないしな。それにそこまでレナが怖がるってのは単なる夢とかじゃないと思う。俺はその話信じるよ。お社様がそう言ったのなら仕方がないさ。悪かったな、ひどいこと言ってレナを困らせて。
本当にすまん。もうこの話はやめにしよう。圭一。何かな？ごめん、ちょっと行ってくるね。失礼します。お荷物どちらに運びましょうか？圭一。分かってるけど、これ以上は本当に押し付けだ。しかし、お社様か、本当にいるんだとしたら、余計なことをしてくれたよな。お社様はそんな神様じゃないのです。人の不幸を願う神様なんて、そんなのはおかしいのですよ。だよな。でも、あのレナの怯えようは普通じゃなかった。一体、何が？圭一。え、あ、ごめん。いずれにせよ、今のレナには何を言っても難しいだろう。だったら、レナを不安にさせない別の方法を考えようぜ。別の方法とは何ですか？そうだな。これから考えよう。あいで！リカちゃん、何するんだ？この、無責任男。
ちゃん？リカちゃん？どうした？急に考え込んだりして。なんでもないのですよ。それより、これからどうしますか？とりあえず、今日のところは、ここで引き上げよう。これ以上だと、またレナの気分を逆なですることにもなりかねないし。仕方ないのです。一度出直して、対策を考えましょう。それにしても、レナのやつ遅いな。どうしたんだろう。ちょっと見に行って、ん？遅かったな。レナ？おいおい、どうしたんだよ。レナ、どうしたのですか？何かあったのですか？なんかね、家具か。家具？家具がどうしたんだ？お父さんが大量に家具を注文してたみたいなの。レナ、全然知らなかった。レナの親父さん、内緒で模様替えか何かするつもりだったんじゃないのか？ほら、サプライズのつもりでさ。だけど、全部、全然お父さんの趣味じゃないの。あんな派手な家具、お父さん、選ぶはずない。リカちゃん。それでは、失礼いたします。こんなに高そうな家具ばっかり、どうして。レナ。あった、これ。何これ。何これ。レナ。
嘘だよ。なあ、レナ。お前、引っ越すのか？え？ああ、間宮リス子さんの物件ですね。ええ、予約を受けたまっております。嘘だ。レナ？嘘だ！レナ。元気出してほしいのですよ。なんでかな。レナ、お社様の言う通りにしたんだよ。リナさんのこと嫌いだったし、お父さんの再婚は大反対だったけど、お社様が嫌いになっちゃいけない、逃げちゃいけないって言うから我慢しようって決めたんだよ。それで幸せになれるって信じてたんだよ。レナ、ケイチ君にもいっぱいひどいこと言ったんだよ。信じちゃいけないから、ケイチ君の言うこと信じたらまたリナさんのこと嫌いになって結婚を反対したくなるから。だから、傷つけること、たくさん言って。ごめんね、ごめんね。きっと許してくれないけど、もう言わないでって。なのに。なのに。レナってさ、確かに一度思い込んだら、意外に頑固なところがある。っていうより、自分自身でそう思い込んでいるところがあるよな。ああ、分かってたさ。
あのさ、レナ。お社様は間違ってなかったと思う。ただ、それをレナが勘違いしていただけなんじゃないのか？え？たった今、レナが言ってたじゃないか。お社様はレナに、嫌いになるな、逃げるなって。これ、別に親父さんの結婚を賛成しろって意味じゃないと思う。どうしてかな、かな。嫌いになるなってのは、憎むなってこと。まあ正直、俺も殺してやりたいくらい、リナってやつが憎いけどさ。その存在を消したいくらい、嫌いだって気持ちを強くするなってことだと、俺は思う。逃げるなってのは、多分そのまんまで、問題を放置するなってことじゃないかな。本当に家族が大切なら、戦え。リナに対してじゃないぞ。レナの親父さんと、じっくり話し合うことも、一つの戦いだしな。それが難しかったら、信頼のできる奴と相談する。そういうことが言いたかったんじゃないかと、俺は、思うな。ケイチくん。ケイチ。あの二人を殺すことは、正しいことだと思ってた。でも、あの二人を殺した日から、もう世界はおかしくなっていたと思う。だということは、あの二人を殺すのは、正しいことじゃなかったのかな。正しいかどうかは知らんが、最善手じゃなかったことは確かだな。最善手って？そんなこともわからないのかよ。何かやばかったり、疑いそうになったり、辛いことがあったりしたときはな、仲間に相談するんだよ。そうだよね。そうだよね。思い出して欲しかったの。かつて見えた、かけがえのない仲間たちへの信頼を、頼りたいと思うことを、誰も迷惑には感じたりしない。それに気づいて欲しかった。でなければ、きっと後悔するから。親父さんとちゃんと向き合ってみろよ、レナ。黙って相手の気持ちを思いやるレナもいいけど、心の底から幸せそうに笑ってるレナが俺は大好きだぜ。お迎えご苦労、元委員長。どたまいたして、今委
院長殿。元気出して、レナ。あんたにそんな顔は似合わないよ。みーちゃん。さて、バッチャが待ってる。ついでにごちそうが山ほど待ってるよ。ケイチ君、これ。いや、さっき帰り道の公衆電話でな。高級旅館に1名、予約よろしくって。ついでに、レナのお父さんにも連絡済み。久々に楽しく騒ごうよ。